こんにちは、つろかおりです。今日の動画は正しく恐れるということが今大事な理由というタイトルであげたいと思います。なぜこのタイトルにしようかなと思った理由なんですけれども、ここ数日1週間以内ぐらいでそういった内容の動画を YouTube に上げられる方がすごく多くなってきているのを見受けるんですよね。で、いろんな方が挙げられています。ある方はすごく一方的に不安を煽ったりすることは良くないよっていう、要はそういうことなんですけれども、ちょっと経済に寄ってしまったりとかって私ね分かりにくいので、この人の言ってることは分かりやすいなっていう方お二人ピックアップしたので、シェアしたいと思います。お一人目は大愚和尚ですね。お坊さんですね。ポッドキャストをやられていて、もう今YouTube の登録者数もかなり何十万人行かれている方なんですけれども、その方とあと高須クリニックの三木屋先生ですね。三木屋先生も私大好きで毎日見てるんですけれども、もうこの1ヶ月ぐらいは毎日毎日ウイルスのことを挙げられています。で、三木屋先生が昨日この正しく恐れるっていうことについて夜ですね動画を上げられていました。なのでこのお二人の内容がすごく分かりやすかったのでシェアしたいと思います。まず大愚和尚からですね、手洗い、うがい、不要な外出、こういったものを守れば、最低限度を守ればウイルスから身を守ることはできるっていうことは皆さんご存知かと思うんですが、必要以上に恐れを抱いてしまうと、人っていうのはその仏教用語でいう三毒に侵されてしまうっていうことなんですね。この三毒っていうのって実はウイルスに感染することよりかもすごく怖いっていうことを和尚はおっしゃっていました。三毒とはトン、ジン、チ、ちょっとこれだけ言うとわからないと思うんですけれども、トンは欲、ジンは怒り、チは愚かさっていう意味なんですね。例えば欲、トンの欲っていうことなんですけれども、欲という毒に侵されてしまうと、人は自分だけ助かろうとこういう混沌とした世の中で考えてしまうそうなんです。そうすると何が起こるかっていうと、その先日の買い占め問題ですね。マスクなんかも今6000円とか7000円とか一時上がりましたよね。本当に必要な人に行き渡らなくなるっていうことが起こるわけなんです。その買い占めをしてお金儲けをしようっていうねことですよね。そういうことをしようとする人が増えてくるっていうのが、三毒の一つ目トンになります。次 G ですね、怒りですね。これは、買い占めが起こったりとかすることによって人の気持ちが怒りに矛先が向かいますよね。どうしてそういうことをする人がいるんだとか、あとは私の周りでもね最近ちょっと多く聞くんですけれども、自粛っていうこと、これはね自分で決めることなんですが、自粛をしない人に対して怒りを覚えるっていう、そういうこと、それも毒なんですよね。そういう毒に侵されてる人がいるわけです。なので自粛をしてないなって自分の物差しで思う人のことを攻撃するっていうことですね。これが人、怒りになります。そして知、愚かさですね。これに関しては差別、偏見になります。中国の方とかね、あとはアジア人に対する偏見、差別なんかっていうのも起きてきてますよね。これっていうのはウイルス自体が恐ろしいものではないであるにもかかわらず、その心の毒に侵されてしまったから起こるっていうことになっているんですよね。以上3つの毒、いかがでしょうか。自分はちょっとその一つにでも持っちゃってたなぁなんて思われる方いらっしゃるでしょうか。正しいことがね今わからないので不安になる気持ちはわかるんですよね。ただ大愚和尚は恐れを抱きながらも恐れに振り回されないっていう、こういった態度が今必要だよっていうのをおっしゃっていました。なので三毒に侵されるっていうことよりかも今必要なことは、医療とか医療関係者とか政治家だけに頼るんではなくって、一人一人が協力してつながる
で一緒に乗り越えようとするっていうその姿勢自体がすごく求められてるんじゃないかっていうことをおっしゃっていました。なので私も本当に微々たるものになりますけれども、こういった形で SNS とか動画で配信をしてます。で、できたらシェアをしていただきたいなっていうふうに思うんですよね。正しく恐れるっていうことが今すごく求められてきているんじゃないかなっていうふうに思っています。なので影響力が、ね、ある方に不安を煽るニュースに乗っかるんではなくって、でぜひ正しく恐れようっていうそういった視点から のシェアをお願いしたいなっていうふうに私は思っています。で、高須クリニックの三木屋先生ですね。三木屋先生が昨日いつもはクリニックであげてらっしゃるんですけど、ご自宅で緊急であげられていたんですね。で、三木屋先生の動画にもその必要以上に恐れるべきではないですかと、恐れを抱きすぎるほど抱いた方がいいんじゃないですかっていうコメントがすごく多かったらしくて、これはまずいぞと思って急遽動画を上げられたそうなんです。で、三木屋先生はですね、医療崩壊の視点から動画を上げていらっしゃいまして、もともとイタリアとか武漢っていうところは医療の施設自体を縮小しようとしていたらしいんですよね。病室を減らしたりとか、もう病院の数自体も減らそうとしていたんです。医療制度の見直しをしている時に起こってしまったっていうことで、キャパシティの小さい中、それ以上の感染を疑う人たちがうわーって集まってきちゃったかららしいんですよね。なので本当に助けないといけない優先順位が高い方、もともと免疫力が弱い方とか80歳以上のご高齢の方とかっていう、そういう方たちを助けることができなかったってことなんですね。なので基本的に健全な若者とか健康体の方、疾患をお持ちじゃない方は万が一感染症にかかっていたとしても、ご自宅で静養されていれば治るってことをおっしゃってるんです。なのでちょっとね症状が出たからといって病院に行くっていうこと自体がすごくその医療崩壊を招くよっていうことをおっしゃっていました。まだ日本とかアメリカにそこまで爆発的に感染者が増えていないのは、この医療崩壊が起こっていないからっていうふうに三木屋先生はおっしゃっていました。で、必要以上にやっぱり恐れることっていうのは全くいいことを生まないって言ってました。三毒ね、先ほどの三毒和尚さんが言っていらっしゃった言葉を借りると、やっぱりそういうふうな感情に持っていかれてしまうとですね、経済も滞ってしまいますし、そうなると経営がうまくいかなくって倒産する会社がどんどん出てきてしまうんですよね。なので実はそうやって感染症で亡くなる人の数よりかも、その後に、不安を煽っていた人たちが、経済を止めてしまってですね、リーマンショックなんかもそうだったらしいんですけど、自殺者がすごく増えてしまうっていうことを懸念した方がいいっていうことですね。合成の誤病っていうちょっと難しい言葉を使われていたんですけれども、これが一人一人が思っているうちはネガティブなものはね、そんなに影響力はないんだけれども、それが全員になってしまうとすごい弊害が起きるよっていうことなんです。だからそれこそですね、トイレットペーパーの買い占めの問題も、もしかしたらその情報を拡散させた人はここまで大ごとになるなんて思っていなかったかもしれないんですよね。ただやっぱりそれを受け止めた人たちの数が、ネガティブに捉えた方々の数があまりに多かったっていうことなんですよね。なのでそういった状況になると経済を疲弊させてしまうっていうことなんですよね。なので感染病よりもやっぱり悲惨な結果がその後やってきてしまうっていうことなんです。はい、このお二人の動画概要欄に貼っておきますので、ご興味ある方はぜひご覧ください。で、今日ですね、私ピラティスのレッスンも今仕事もないのでね、朝一で行ってきてるんですけれども、インストラクターの先生がおっしゃっていました。免疫力
を高めるためにはリンパの流れを良くすることがすごく大事らしいんですね。で、ピラティスはすごくいいっていうことを有識者の方が発表されていて、その文献をちょっとご紹介いただいたんですけれども、ふくらはぎをですね使うってことがすごくリンパの流れを良くするらしいんですよ。なのでかかとをこうやってね上げる運動、これお家でもできますよね。これをなんか家事をされている時とかお仕事をされている時とかも休憩中とかにやっていただくっていうのがすごくいいっていうふうに言ってました。ふくらはぎって第二の心臓って言われてるじゃないですか。すっごいたくさんリンパが集まってるところらしいので、マッサージをしてもいいですし、やっぱりそのかかと上げ上げ下げだけでも全然いいと思います。この母子球にきっちり乗ってグッとふくらはぎに負荷をかけてあげるっていうね、そういうストレッチをおすすめされていました。はい、今日ちょっとコーディネートをインスタグラムの方に上げたんですけれども、ご紹介は省かせていただきます。はい、ではまた動画上げたいと思います。